九州で知名度の高い奄美大島の鶏め飯。奄美料理は、鹿児島県奄美群島の郷土料理。地元奄美の方言では、島料理と呼ばれる。沖縄料理や薩摩料理の影響を受けているが、鶏め飯、レバーの味噌漬け、苦売りの粒味噌炒め、ひざら貝の酢味噌和え、油造面、パパイヤ漬けなどの独特の料理も存在する。甘口の粒味噌、ソテツ味噌が、調味料の主役で、 黒糖を加えた掃除手甘めの味付けが特徴。奄美群島の友人八島は沖縄県と同じく周囲を海に囲まれた亜熱帯の気候風土にあり、歴史的に中国や東南アジアとの海上交易の通路にあり、琉球王国や薩摩藩の支配を受けたことから、これらの地域の料理の影響を大きく受けている。また、現在の経済作物が佐藤キビや 柑橘類などの果実であり、稲は主要な作物ではなく、近海漁業が行われていることなどの条件によって、沖縄料理と共通の食材が多く使われている。例えば、黒糖、黒豚を演奏した豚肉、ヤギ、高砂、ブダイ、スジアラ、ハマダイ、アオダイ、ソデイカなどの海産物、タイモ、水前ジナ、パパイヤなどが特徴的な共通食材で、 酢味噌を使う伝統的な刺身の食べ方も同じである。炒め物や魚の唐揚げが好まれるのも中国料理の影響が強い沖縄料理と共通する。一方で、粒味噌、キビナゴの煮干しなどの調味料、豚骨や野菜の甘辛い煮物などの調理方法は、沖縄県八重山列島の郷土料理とも共通し、七草がゆ、悪巻きなどの行事食、早と売りなどの食材では、 薩摩料理の影響が伺える。また、鰹節、黒豚、豚味噌、突き揚げ、苦売り、ヘチマ、つわぶきのように、沖縄、薩摩と共通する食材もある。機械島では、白、ゴマ、徳之島では、生姜、沖の選ぶ島では、荒劇クラゲ、島桑の葉や、実、与論島では、モリンガ、袖イカ、タチウオといった、島ごとの特産食材も使われる。 気温が高い場所で清酒の製造には向かないため、酒は上流酒が主流であることは、沖縄県、九州各地と共通するが、沖縄県がインディカ米を淀粉原料とする泡盛、鹿児島県のトカラ列島以北が、サツマイモを淀粉原料とする芋上酎が主流であるのに対して、奄美群島では、砂糖キビの糖分である諸島と米の淀粉を、 アルコール原料とする甘美黒糖焼酎が特産で主流である。黒糖焼酎は料理にも使われ、浜下りなどの伝統行事のお清めにも使われる。他の日本料理と同様に煮物が基本であるが、沖縄料理と同じく日本の本土の料理と比べて炒め物が多い。炒め物は奄美大島では一気、機海島では一シー、沖の選ぶ島ではアギと呼ばれる。 唐揚げなどの揚げ物は、奄美大島で、揚げ、イムンという。左上から、卵味噌、魚味噌、イカ味噌、血豆味噌沖縄本島の沖縄料理、または、琉球料理は、奄美大島では、那覇料理とも呼ばれ、奄美料理とは、区別されている。地理的にも沖縄本島と近く、琉球王国、特に北山から長期間支配された与論島。 沖野選ぶ島の料理が特に沖縄料理の影響が強いのを別にすると、奄美大島など、徳の島以北の料理と沖縄料理とには、一定の違いも見られる。沖縄からの移住者が多い機械島では、接中的な特徴が見られる。沖縄県内でも、宮廷料理の影響が低いア重ヤマ列島などの料理は、奄美料理との共通性も高い。奄美大島の素テ味噌伝統的な奄美料理では、 地元の材料で作れる、ソテツ味噌や、大豆の粒味噌が、調味料、副食品として重要である。砂糖は、黒砂糖の粉とザラメが使い分けられる。明治時代初期、徳之島の上流階級の宴会日本の本土では、冬の正月が最も重要視される年中行事で、あるのに対して、奄美ではもともとは、夏の稲の収穫行事である、38月が、 最も重要な年中行事であった。現在は稲作があまり行われなくなり、本土の習慣が根付いて、冬の正月、夏の三十八月が共に祝われる。地域差もあるが、各行事と関連する料理は、以下の通り。七百四十五年に、薩摩藩が米ではなく、砂糖を年貢として、収めるように命じた、カエトウジの歴史から、砂糖キビの栽培が盛んとなったことと、 戦後の玄関政策の影響で、稲作は現在ほとんど行われなくなっているが、主食はうるち米である。九州地方などから輸送されたものを利用している。1950年頃までは、米は貴重品であったため、日常的には里芋、鯛も、さつまモや泡が主食で、さらに菊芋や戦時中など、蘇鉄の実幹から取るでんも主食に加えられた時期も、ある。 白米のご飯は、貴重さを込めて、銀飯とも呼ばれた。晴れの行事であり、夏正月とも言われる夏の収穫祭礼、38月、などにはおにぎり、米粉とよもぎで作るかしゃもち、冷たい小豆きがゆ、黒米を混ぜた赤飯などの米を使った、行事食が食べられる。豚肉の粒味噌和え豚レバーの味噌漬け機械糖のヤギの、唐樹り甘味スズメダイの塩焼き、甘美大島のと、 ウビンや塩茹で用ニンニクと卵と揚げ豆腐の味噌、炒め本土と同様の野菜も用いられるが、特徴ある食材、料理について記す。左から、もずく天ぷら、もち米天ぷら、青さ、天ぷら奄美大島の食堂のヤギ汁油,油増麺、奄美市笠り町の船焼き徳之島の、味噌豆体感果物は、なり物ともいい、奄美特産のもの。 伝統的に栽培が盛んでよく利用されているものに、カキがある。他に近年はマンゴー、果物とケイソードラゴンフルーツ、アテモやメロンなどの栽培も盛んである。2015年秋には、害虫のミカンこみばえが大量に見つかったため、多くの果物の当該への移動が禁じられ、2017年に出荷再開となった。アマの特徴ある飲み物としては、以下がある。 ビールは沖縄県のオリオンビールも広く流通しているが、2017年に奄美大島でクラフトビールの製造が始まった。緑茶は徳之島で紅、風紀や新品種のサンルージュなどが栽培されているが、薩摩のチラン茶などが多く飲まれている。全国的な知名度はまだ低く、鹿児島県内でも鳥飯を除くと出身者以外にはあまり知られていない状況にある。 奄美群島出身者の多い鹿児島市、福岡市、大阪市、寝屋川市、尼崎市、伊丹市、東京都などには奄美料理専門店が複数あり、神奈川県下にも散在している。また、沖縄料理店の中には奄美群島出身者が参画しているものもあり、沖縄料理とともに、鶏飯、油造麺など、一部の品目が提供される例もある。 これらの奄美料理専門店では定期的あるいは不定期に奄美島歌、奄美新民謡、奄美出身のミュージシャンによる演奏などのライブを行っている例が多い。ありがとうございます。